お次は、こっちのお耳の耳かきするね。でもその、君がさっきとは反対側向いてるから、お腹に君のお顔が当たって、ちょっと小商売かも。息苦しかったりはしない？大丈夫？うん。早速耳かき入れていこっか。さっきと同じでお耳の表面からいくね。心抜いてリラックスしててね。全部私に任せてダラーンってしてていいからね。なんて言うと赤ちゃん扱いしてるみたいだね。僕ちゃん、いい子いい子してまちょうねー、みたいな。ごめん、今のはちょっと恥ずかしいこと言ったかも。忘れてください。君はどっちが好き？ASMR ではさ、
気温とかを耳元でささやくみたいなのも人気なんだって。ちょっとやってみてもいい？ふぅ、こしょこしょ、ツンツン、チッチッ、サスサス、こしょ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 、ツンツン。どうかな？いい感じ？研究余地があるね。耳の裏も手で軽く触ってあげたり、ふにふに、へへ、君の耳触り心地いい。もぞもぞ動かないで。髪の毛が太ももに当たってくすぐったいよ。お耳の通路のところ、耳かきしていくね。耳垢もちゃんとお掃除しながら。そういえばさ、君はさ、結構二つ返事で
女の子の部屋に上がったわけだけどさ、その彼女とかまだいないわけさ。ただの興味本位んところ深読みとかしないでほしいんだけどね。彼女いるの？そうなんだ。そうなんだ。いないんだ。別に何でもないけど。いないんだ。そっか。君、結構お耳汚いね。これは私がちゃんとお世話しないとダメだね。どうしてかな。これしてる方もね、楽しいの。すごくリラックスした気分になって、なんでだろう。眠くなっちゃうね。私のことをぼっちだとか言ってからかうけどさ、最近ね、本当に友達ってきかけてるんだ。先輩でね、難しい名前の、あれなんて読むんだろう、秋水先輩かな。すごく綺麗な人で、
友達になれたらいいなって。私ちょっと頑張ってるんだ。またお顔トロトロになってきてるね。気持ちよさそうで、外で見せたらダメなお顔してる。耳の通路のとこを耳やかこそぎ落とすみたいに優しくこしょこしょしていくね。君の好きなお耳の奥、耳かき入れていくね。奥はちょっと気持ちよすぎるのかな。時々ビクって震えちゃうんだよね。我慢しなくていいから。行くね。
リラックス、リラックスだよ。このまま気持ちいいのでトロトロに溶かされちゃおうね。女の子のお膝の上でそんな無防備になっちゃってさ、なんか少し心配になっちゃうんですけど。あのさ、
もうお顔トロトロすぎてふにゃふにゃになってて、ほんと赤ちゃんみたいだよ。もうまったくさ。小学校の頃さ、よく手つないで帰ってたりしたじゃない。でも高学年になったら恥ずかしいからってしてくれなくなって。眠くなってきちゃった。私もちょっと眠いかも。別にいつ寝ちゃってもいいからね。そろそろラストスパートだよ。お耳の気持ちいいとこいっぱいコショコショしてあげるね。本当に気持ちよすぎて可愛い顔しちゃってるな。後で恥ずかしくなっちゃうやつだよ。
耳かき、おしまいです。お？気持ち、よかった？はい。なら、よかった。まだ、頭ふわふわで、動きたくないの？じゃあ、膝枕しててあげるから、寝てていいよ。昔はよく知ってたもん。私のお部屋で昼寝とかさ。だから、寝てていいよ。ほら。